ユーネス病はノルウェーの小説家、ミュージシャンである。オスロで生まれ、モルデで育った。2009年時点でオスロ在住。ノルウェー経済大学で経営学と経済学の学位を取り卒業。刑事、ハリー・ホーレを主人公とした推理小説で一躍有名となったが、ロックバンド、ディーダーのボーカリスト兼ンソングライターでもある。2007年には自身初となる。 子供向けの本、ドクトル・プロクト・アーズ・プロンペプルバーを出版した。2008年9月、ノルウェー国内で著作が150万部を超えるベストセラーとなり、各国語に翻訳された。作家になる前は、フリージャーナリストや、株式仲買人などをしていた。足首を負傷するまでは、サッカー選手としても活動し、モルで FK に所属していた。 タックスインフォーメーション2009ノルウェーの推理作家団体であるリバートンクラブが年間最優秀の国内ミステリーに贈る賞。ノルウェー国内の優れた作品に贈られる賞。ノルウェーブッククラブが授与デンマーク推理。サッカーアカデミーが年間最優秀の翻訳ミステリーに贈る賞。ありがとうございます。